クラス・オールストロマー・クラース・アルストレーマーは、スウェーデンの実業家、科学者のパトロン、博物学者である。スウェーデンの実業家、ヨーナス・アルストレーマーの息子である。アリングソースに生まれた、ウップサラ大学で、博物学、科学、経済学を学んだ。彼の学んだ、次期のウップサラ大学の教授陣は、カール・フォン・リンゲや大僧女、バレリウス、バーチがいた。 18歳で家族の不動産の管理に携わった。1760年から1764年まで、スペイン南部の農業の研究を行い、イタリア、フランス、ドイツを経由して帰国した。薬草や魚類、貝殻などの博物学標本をアリングソースの、博物館やリンネのために収集した。リンネはその子に対して、ユリズイセンカ。 アルストロメリア族にアルストレーマーの名前をつけた。1770年に、ヨーテボリに移り、父親の下で働き、裕福な商人の娘と結婚した。スウェーデン最大の商社を運営した。1768年に科学アカデミーの会員となり、ヨーテボリの王立科学文芸アカデミーの会員となった。トルビュルン・ベリマンやカールスンベルクラのスウェーデンの科学者を支援したことでも、 知られる。アレスティアルは植物の学名で命名者を示す場合に、クラースアルストレーマーを示すのに使われる。ありがとうございます。